今ここでは返事ができないしばらくしてまたサブロが言った。兄は二人に自決させるか、さもなければ切れと言った。私もこう思う。お前が騎兵をかばう気持ちはわかるが、騎兵はそれを受けてはならぬはずだ。なお。 こんな惨めな姿にし、これからもいつ終わるかわからない苦労を、なおに負わせる権利は彼にはないはずだ。それだけは私にも許せない。やっぱり、分かってはいただけませんのね。 なおは泣きながら頭を振った。私たちは、こうするように仕方がなかった。そして、今は幸せなのだということが、ジー兄様にも分かってはいただけませんのね。明日行って返事をしよう。 彼に少しでも男の意地があったら、今度は卑怯な真似はするなと言ってくれ。なおは泣きやんで、涙を拭きながらじっと息を潜めた。肩が落ち、仮面のように無表情な顔になった。力尽き、絶望して、 何を考えることもできないという様子だったそれが又三郎の目に強く残った哀れな,なおその夜寝てから又三郎はそうつぶやいて幾度も涙を拭いた。 騎兵に対する怒りは、ますます強くなるばかりだった。それはほとんど、憎悪にまで高まった。ひどい奴だ。彼は、ヤグの中で拳を握りながら言った。なんというひどい奴だ。朝になっても、 雨は止まなかった。まさか、逃げはしまいが、彼は念のため、朝食前に宿を出かけた。夕べ、なおが花もいけずに泣いた顔で帰ったので、宿の者は不審に思ったのだろう。傘を借りるとき、女中は何やら敵意のある目でこちらを見た。 住まいは宣言神社の西で、井の宮というところだと言った。駿府城の外狂わを回り、武家屋敷の裏を抜けて行くと、間もなく向こうに、静畑山の緑が煙るように見えてきた。金沢に比べると、 町そのものも小さいし、家並みも低く狭かった。そして、実長ばかりも歩くと、その家並みもまばらになり、左に広く荒れ地や畑や安倍川の流れなどが眺められた。又、ま、三郎は、ふと立ち止まった。 道の右側に一軒だけ離れた家があり、柿に沿って山吹の花が咲いていた。その鮮やかな色に目を引かれたのである。彼は我知らずそっちへ近寄った。山吹は竹の四つ目柿の中にあるのだが、枝は柿の外まで伸びていた。 誰かが傘にさすべきと読んだとおりしなやかにたわんだ枝枝は雨に濡れて一層重たげに見えた若い朝緑の葉も蓮の大きな一重咲きの花も雨に濡れてやはり重たげにたわんでいた彼は 応診したように立っていた。自分に悲運が回ってきて、初めて他人の苦しみがわかる、というのはたまらないことだ。そういう言葉が耳の奥で聞こえた。それはいつか兄の言った言葉である。どういう連想作用かわからないが、 まるで現実のようにはっきりと聞こえた。彼はなお山吹の花を見ていた。差し交わす枝の中である二つの枝が絡み合うような形で伸びていた。重たげに濡れてたわんだなりに寄り添って花を受けていた。 彼はその二つの枝を見ていた。それは他の枝のようではなかった。それは尚とキ平のようであった。自分に悲運が回ってきたとき。マタサブロはふと顔を上げた。 庭の中へ人が出てきたのである。そちらに名でもあるのだろう。傘を差して目ざるを持った女だった。まことに申しかねるが、と又三郎が呼びかけた。この山吹を少しいただきたいのだが、どうでしょうか。 女はこちらを見た。まだごく若い娘のように見えるが、眉を落とし、金をつけていた。女は愛想よく微笑して答えた。はい、どうぞ、お好きなだけどうぞ。それからすぐに、ああ、お名刺物が濡れますから、私が切って差し上げましょう。ちょっとお待ちくださいまし。 女はうちへ戻って、花ばさみと紙を持ってきた。そして、しおりのを開けて、こちらへ出てくると、片袖をぐっと絞り、柿の間へ手を入れて、巧みに花枝を切った。その二枝でいいのだが、彼はこう言おうとしたが、黙って見ていた。 女の腕は柔らかに煮気づいて白く、健康な若い血に満ちていた。心よいハサミの音につれて、散りかかる花びらがいくつか、その白い滑らかな肌に張りついた。兄え、なんとよ。 又三郎は解放されたようなすがすがしい気持ちでそう思っていた」。